げるんじゃないか。そしてここから先に出てくる聖人こそ本物の聖人、それまでは偽物ということじゃないんですけども、聖人中の聖人、それで出てくるのは聖ベネディクトス、ベネディクトスっていうのはベネディクト修道会を作った人とかですね、それから、ピエトロ、第一代の教皇といわれる聖ペテロです。それで、第八点構成点の23から27まで続くその歌があるんですが、これもまあ22ぐらいもそれに入るんですが、22曲の142行というのをちょっと見ていただきますと、この22曲の142をご覧いただくと、イペリオーネよ、このイペリオーネっていうのはドイツ語でヒュペリオン、ギリシャ語でもヒュペリオンと言われているもので、ヘルダリンなどがそれについていろいろ書いているヒュペリオンですが、これはですね、中をちょっとご覧いただくとはっきりわかりますので、22曲の142、332ページをご覧ください。中の332ページ、でこれは太陽の父、ヒュペリオン、イペリオネ、太陽の父。そしてこれはウラヌス、天と芸、地の間のこと。そして、ですから太陽の父、それからマイアとディオーネっていうのは水星と金星です。で、このまあだから星の名前なんですが、ここのところイペリオネよと、だから太陽の父。ここにて我が目は何時のこの姿に耐えきっていうので、ここに来て私の目は何時の子、すなわち太陽を見ることができるようになった。そして我はまたマイアとディオネ、水星とか金星とかがその周りにかつ彼に近く動くようを見たりというので、目がこの見えるようになったということなんですが、これはですからもう、もちろん我々としては肉体の目で見ることを想像するほか、それから想像するほかないんですけれども、精神の目で見ることができるようになったということ、すなわち天国に来てある程度ここまで来ると、太陽とか金星とか火星とかそういうものの動きをはっきりと知ることができるようになる、つまり地上の地を超えた知識を獲得することができるのだと、こういうことになると思います。で、そうすることによって知恵が最高になったときに、それならば信仰っていうのはどんなものと考えるのかというので、聖ピエトロが、聖ペテロ、すなわち
キリストの最初の、まあ、最初の一番偉大な弟子のペテロがこの、ダンテに信仰とは何かということを聞きます。でこれがまた非常に大事なことなので24の53というところを見ていただきますが、52のところ、つまり155ページの1234、155ページ「いえ良きクリスティアーノよ」と、良きあのダンテにそう言うんです。何時の思うところを明かせ、そもそも信仰というは何ぞや。それは、8のこの何て言いますか、お配りしましたプリントの2枚目の8というところで、上から1234566行目、サンピエトロの7つの指紋とこうございますが、その7つの指紋の一つ、フェデ、ケエ、フェデっていうのは信仰です。信仰、それは何であるか。ケエ、フェデでもいいんですけど、フェデ、ケエ、信仰、それは何ぞや。こういうふうに聞くと。そうすると、ここにですね、答えて、フェデエススタンザディコーゼスペラータ。すなわち、信仰とは、望みある事柄の実態である。こういうふうに答える。この155ページの終わりから1234566行目、信仰とは望まれるもののもと、望まれるもののもと、もとっていうのはスタンザ、フェデエスタンザディコーゼスペラーテエッアルゴメントデレノンパルベンティ、見えないものの証である。だから信仰っていうのは結局何かっていうと、望まれるもののもとであって、それは見えないものの証であるということ。これは結局ですね、先ほど申し上げましたこと、不確定な未来の中にあるものをこしらえていこうというような時には、見えないものを心の中に念じて、それを望まれるものと思ってしていかなければならない。だから何かの望みがなければクリエーションはできないということであると同時に、望みを失ったならば、かつてあの地獄の門のところでたびたび申し上げましたが、ここから入ろうとするものはラシアテオンスペランザと言いましたね。一切の望みをそこに残していきなさい。そうしなければ地獄の中に入れないんだ。逆の言葉で言うと、望みのないと絶望は地獄の場所だとこう申しましたね。それで天国に来て初めてですね、彼は信仰とは何であるかと聞かれて、信仰とは望みの実態である、そしてそれは見えないものの証であるということを言葉として答えることができるんです。でここである意味でその地獄門で言われたことが、そのまま生きながら今度は天国の中で、晴れ晴れとした形で語られているということです。ですからこのフェデスタンザディコーゼスペラータスペラーテというのも覚えていただいて、ちょうど、望みを持っていること、そして天国に行ってもですね、我々は望みを失わずにいるのだということ、それはパウロの場合にはもう望みは天国でなくなるとまでも言ってるんですけど、そうじゃない、本当に望みは満ちて、だからこの世がさらに良くなるようにということを天国でも望んでもらわなければならないので、ダンテのこの天国で信仰とは何かと聞かれて、信仰とは望みだとこう言ってること、これは本当に大事なことではないかと思いますし、ダンテがカチャギーダによって自分の未来が予言されたということは、もう自分は新曲を書きながら自分の人生というのは苦難に満ちてこれからも大変なんだということを知っていながら、なおかつこの望みのことを言っているというところに、人間としてのダンテの偉大さもわかるかと思います。そしてあとわずかな時間ですが、一つだけ申し上げておきたいことは、この
27曲の145でしょうかね、終わりのところなんですが、待ちに待ち嵐起こりって、176ページをお書きください。176ページをお書きください。176ページ。待ちに待った嵐起こりて、友をへさきの方に巡らし、地船をなおく走らしむべし、かくてぞ花の後に誠の実あらん。天国にいるんですよ。彼は天国にいて。そして、天国でこれから本当に幸せなことがあるためにはどうなったらいいのかということを考えるときに、待ちに待った嵐を起こりて、そして友をへさきの川に巡らしというのは船の行方が逆になるようになるんですね。そして地船を大勢の軍艦艦隊をね、早く走らしむべし、こうしてこそ花の後に誠の実が実るであろうと、こういうことを言って、これは本当にアドベンチャーの精神だと言ってもよろしいですね。クリエーションの精神だと言ってもよろしいです。なんか天国に行ってもこれでもう望み達しておしまいだというようなんではなくて、天国に行っているダンテがそういうことを言っているということ。ですから天国編はなかなかですね、いろいろ読まれているんですけども、本当のところがなかなか理解されておりませんが、こういうことを言って、そしてそのイタリア語をちょっと見てください。che la fortuna che tanto s'aspetta、 こんなにも望まれたところのこのフォルトゥーナ、フォルトゥーナっていうのは幸運とかそういうことなんですが、これはただ七夕的に落ちてくる、棚からボタモテが落ちてくるような幸運じゃなくて、フォルトゥーナっていうのはですね、幸運なんですが、事態の変化を表しますですね。だからフォルトゥーナは新しいイタリア語の字引きなんかにはそれ出ていないと思いますけれども、テンペスタという意味なんです。嵐という意味です、古い言葉で、ね、嵐だから、待ちに待った、これほど待たれた嵐がやってきて、その嵐がルポッペ・ヴォルジェラ・ウソン・ル・プロレ、へさきとトモトをひっくり返すようなことがして、ついそのようにしてケンラ・クラッセ・コレラ・ディレット。ラ・クラッセっていうのも皆さん思い出してください。クラシックスの元であるクラシスっていうのは何という意味であったかっていうと、艦隊であるということを申し上げましたね。国が滅びそうな時に国を守る強い艦隊、それを寄付する人をクラシックスと言ったということをお話したことがあります。ですからここのクラッセは新しい字引きにはそういう意味ないと思いますけど、艦隊のことですね、船の隊ですから、地船とここで訳してございます、船の船と。だからその艦隊が早く動いていくようになるということは、天使を含めて、そして救われた全て天国にいる魂を含めて、そして、今までの世界の動きなんかと違ったような動きをして、世界人類を救っていくような、そういう動きがここで起きてこなければならないって言って、天国にいてこの何かまだダンテはですね、革命の精神のようなものを持っていて、天国にいて地を良くしようというふうなことを考えているということもここで見てみなければなりません。ですからここのケラフォルトゥーナケタントサスペッタというのはですね、ある程度成功したらもうこれでいいんだというのが人間の一つの謙虚な姿でさえあると言われているんですが、しかしそれだったらもうその人やその人のグループの将来はないと言ってもいいかと思うんですね。だから本当にいつか嵐が来ないかと、つまり自分が本当に船の行方を逆にしてでも進んでいくような、そういうことですから、嵐をフォルトゥーナっていうことは、どんな恐ろしいことが来てもそれを神の力によって、神を信ずることによって良い動きに転ずるということにも関わっています。ですから私どもはずっとこう読んでいって、
地獄の苦しさのようなことを読みましたけれども、天国のここに来るとですね、本当に内部からなんて言ったらいいんでしょうかね、湧き上がってくるような励ましのようなこと、どんなことが来てもそれはフォルトゥーナだ、これを待っていたんだというぐらいの気持ちになって生きていかなければならない。それが天国の経験の一つだと思うんです。それでは今日はそこまでいたします。それで今日残しました第七点、第六点の和紙と、それから第七点ちょっと残っているのと、第十点のことを言いまして、全体をまとめようと思いますので、この次はお荷物になるでしょうけども、上中下お持ちいただきたいと思います。